はい、どうもこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日ですね、こちら、チヌ釣りにメインに使ってるこの小型棒器ですね、今日はこれを紹介しようかと思います。近場とか、構えとか行っても使ってるかな、場所によりけりだけど使ってたり、近場だと本当ね、近くのなんていうのかな、もう港とかで普通に使ってますし、時にはジーソノグレとかで使ってたりとか、時にはあの大野川のチヌ釣りで使ってたりとか、結構あの結構使用頻度としては、そこそ言ってもそこそこ あるんですよね。で、今日はその中でもこう全部ね、どんな感じのを持ってるか紹介したいと思います。主に大きく2種類ですね、はい。まずちょっとお高めシリーズのこちら、T ランサーですね。 T ランサーのこれ M です。もうインジが消えかけてるけど M のこれ1号で、これが S の 5B で、これが S の0号で、これが S の 3B と並び替えると、 S の0、 S の 3B、 S の 5B、M の1号と。 M だけちょっと大きいんですよね。大きさわかる、結構違うのよ。S サイズでも G10 がどのぐらいだったかな。 M サイズだと確か 20g ぐらいなかったかな、1号はね、あんまり使うことない。どっちかってこの3つの中でも、このどっちかっていうと、さらにこの 3B か 5B、 この辺を使うことが多いです。チヌ釣りにしろ、あ、でもグレだったら0か0を、使ってるかな。あんまりこう汎誘導でやらないんでね、グレは。どっちかというとこう全誘導で落としていくんで、ゼロを使うかなって感じ。どっちかというとこのシリーズっていうのは自分はチヌ釣りで使うから、S の 3B、5B、 この辺を使うことが多いですね。で、それ以外にシリーズがね、こうもうちょっと入ってまして、これはちょこちょこ、使ってますね。続いてこちらのシリーズですね、さっきの T ランサーよりも後に出たモデルでございます。これは TJNT の00ね、 TJNT の0、 TJNT の B で、 TJNT の 3B となっております。さっきの T ランサーね、 T ランサーと比べてももう一回りね、実はちっちゃいんですよ。実際こちらちょっと軽い、自重的にね、ちょっと何グラムかちょっと分かんないけど、多分これが14あったんじゃないかな、これが多分12、3ぐらいじゃないかな、多分ね。これもその時によりけりですけど、0とか00は、グレーに使うこと多いかな。 B3B がチヌに使ってるかなって感じ、こちらちっちゃいんで、そんなにこう遠投とかしない時に使ってたりとか。大野川で使ったのどっちだろう、 3B かな、これの。特にね、これとこれなんていうのかなT ランサーと TJNT、これ使ってて、使用感的にはどっちもそんなに変わんないです変わんないどっちがめちゃくちゃいいとかない。あえてのこの長さがこれ S サイズよ、 S サイズもこんだけ長さが違うんで、ちょっとした2枚以上とかの時に、若干こっちの方が強いかなと。沈んでるこう道糸のね、視点がちょっと下なんで、黄色ここは浮力ゼロっていう感じ、だから 3B、 ここ 3B だね、 3B 乗っけるとこの黄色、ここまで沈むのよ。これも一緒、この黄色のギリギリのこの縁ぐらいまで沈むのよ。だから下に入ってるこの分がちょっと違うから、とはいってもある程度入ってるからね、どっちも入ってるんで、実際使っててどっちもそんな使用感的には、個人的にそんな変わんないかなって感じです。ただ自重がね、違うんだよ、こっちの方重いのよ、ちょっとだけど重いんで、値段がねそんなに変わんないから、買うなら T ランサーの方がいいかなと思うんですけどね、でもインジが消えてるもんで、ちょっと高いからって、でもインジは消えるから、ね、っていうところです。こっちの方がこう太さもさ、ほぼ一緒なのよ。だから普通にこう同じ 3B とかで流してても、どっち使っててもどっちがいいっていうのは特にないんですよね。で、あとね、この中に入ってるのはこのトップね、トップ外してこんな感じトップ外して入れてるんですよ。じゃないとこう中でこうままね突っ込んで入れてると、こういっぱいいっぱいになっちゃうんだよね、これ、
まあ、このケースも最近売ってないんだよ。これセリア、セリアに売ってた浮きポーチなのよ。浮きポーチ、これ100均で売ってたのよ、セリアでね。最近全く見ない。このフルメッシュタイプね、もっと買っとけばよかった。100円ですから、うん、もうこれしかない。自分もこれしかないんですよ。もうこんなに売られなくなると思わなかったから買ってないんだけど、これもっと買っとけばよかった。100円すごくない？これしかもラバー、ちょっとラバーっぽいのよ、こう触った感じがね。でこの T ランサーとかのトップにね、次はもうさっきこれ紹介した、まあ、これが標準タイプ、これが標準なんですよ。こうやって使うのはまあ普通なんですけど、まあ血の移りで使うのちょっとこのトップがね物足りないっていうことで、自分はねこれを愛用してますけどね。これちょっと違うのも入ってるんであれだけど、これライトビューってやつね。ライトビューあのカラーの方、これ一番、これは違う、これ違います。これは違う機能トップだけど、このカラーの2種類。この2種類が、そうなんですよ。この2種類もね、トップが抜けたとかなんとか、あったりしたの。これ1100、これ、あ、そっか、これ、あれか。ちゃんと修理して戻ってきた分だから値段張ってないけど、これで1200円くらいするのよ。このトップ2つでね。でもその価値はあるかなって感じ。血塗りとかで使う、まあグレッツリでも全然使えるけど、なんていうのかな、やっぱりトップのこう当たりがね、こうなんかもぞもぞした当たりが分かりやすいっていうのかな。こう血塗だったらさ、こうもぞーって一目盛り入った、二目盛り入ったとか、こういう当たりがやっぱ長い分分かりやすいんですよ。それに比べてこの純正の場合ね、まあグレッツリだったらまあね、ちょんと引けばもう消えるっていうこれだけど、血塗りの場合はやっぱもうちょっと細かいあたりもね見たいので、やっぱこのトップをちょっと長くする、でこれも2種類あるね。こうめちゃ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 長いね。めちゃめちゃっていうほどじゃないけど、これで20センチぐらい、うん、でだから こんだけ入って、こういう感じよ。こういう感じ。こう見たらすんげえ長いでしょ。だから風の強い日はこんだけちょっと長いとやりづらい、さすがにね。こう倒れる、風で押されて倒れるから、だから下がこんだけしか入ってないからね、こう倒れちゃうんだけど、まあ、風が強い日だとちょっとこう短め、この短めにして、これ 3B でしょ、 3B で 5B 乗せるとここまで沈むのよ。だから水中の中に半分ぐらい入るんで、これだと風がある程度吹いてもちょっと斜めになるぐらいで、そんなに影響ないって感じです。だから風の強い日はこうやって使ってます。血塗りの時ね、血塗り、グレ塗りの時はこの長いやつはいらない、もうこの短いこれですね、これで十分って感じ。これでもうスパッて入るんで。で、チヌの場合、ほんとね、なんかもぞもぞした当たりがね、多いじゃないですか。だから、この長いのを使って、こんな感じね。うん。です。まあ、半誘導の玉置きも、まあ、いいんですよ。まあ、あれはあれで、やっぱ、表層っていうか、表層ギリギリだから、こう、風の影響ね、まあ、一番受けにくいのは受けにくいんだけど、これでも下にこう、道とか行くから、表層の滑りだけだったら回避できるんですよね。これで下に視点があるから、まあそれで言うともっと長い浮き、ね、長い浮きの方が当然下にもっと道とかあるんで、より受けにくくはなるんだけど、まあ、お手軽にね、お手軽に投げやすいのよ。ちっちゃいから玉浮きのようにここに重さが集中してんのよ。だから玉浮きのように投げて半誘導のように当たりがちゃんと半誘導だけど棒浮きね、長い棒浮きのように当たりが取れるという、そういう点で自分は結構ちょこちょこ使ってます。まあ、動画でもちょこちょこ出てると思いますね、これ。うん、見やすいのよ。ほんのね、こう、玉置きでも、こう、ほんと、まあ、川とか、水面が近いと、こう、光の反射でね、半誘導だとね、こう、綺麗に、ね、今の浮きって本当にこう、なんていうのかな、ゼロ浮力というか、昔の半誘導ってちょっと頭出てたのよ。ちょっと玉置き持ってきてないけど。半誘導のトップがちょっとあったんだよね、昔の半誘導の玉置きって。今でさ、もうギリギリじゃん。5B の浮きに 5B 乗せたらさ、もうこう、水面ギリギリでしょ、こんな。だから光の反射で全然見えないのよ。基本的には見えるけど、こう微妙なんで見えないのよ。そういう時に、この、ちょっとね、ちょっとトップが出る、こういう浮きだと、もう明らかにさ、わかるわけよ。そういう感じで、自分はね、使ってます。特に見づらい時ね。であと、半誘導で、ちょっとお手軽に半誘導の、こう、なんていうの、当たりをこう見たい時は、こんな感じで使ってたりしますね。うん、トップもね、これ、まあ、釣り券がね、こう、いろいろ出してるんで、こう、ね、ただの ロングタイプとか、ビューロングとか、スーパービューロングとか、
ライトビュー、まあ、これはライトビューです。だからさっきの短い方が12センチ、長い方が20センチとこのタイプですね。で最近またなんか出てたもんね、新しく あれでもケミホタルつけたけか、なんかそういうやつもまあちょこちょこ出てます。だからこう夜釣りとかでもそのまま、まあ、自分の場合はねこのケミカルライトだったかな、まあ、夜釣りでねなかなか全誘導とか沈めてやる人いないと思うんで自分の場合はこれね、これ何やったかな、こうヒロミ産業のこのこう押したらこう光るやつ、これでちょっと 2,3 時間半誘導やるときにこれですよね、もうこれ。そうだからもう昼間からこれ使ってればもうそのままねこれをこう付け替えて、はい半誘導というか半夜釣り開始みたいな感じですぐできるんで、でやめるときもこれスイッチをこう何だか引く、ちょっとキャップまで通りちゃった引くとオフ、入れるとオンっていう、こういう感じで、ね、十分明るいし見えます、こういう感じ、スイッチでオンオフなんですよ。これがすごく便利です。あのダイソーにも100均でこうケミホタルみたいのあるんですよ。あれねなかなか使わないままあんま最近ハイニャズイみたいのしないからね、使わないままだったりするんですけど、こっちは電池タイプなんで、あの、まあ、よほどこうなんか接触が悪くない限りはあのこうやって明るいんでね、そもそも結構明るいんですよ。これキャップがついてるだけです。これ LED の今ついてる、消えた、こうこんな感じ、これにキャップつけてこうなんていうかな、あの夜だとキャップこの純正ついてます、このキャップがね、これをつけるとなんかもうちょっとこう光がぼんやりするというか、 LED って指向性が強いんですよ。だから上に向いてるから上向きになってるみたいな光がね、それをカバーにかぶせることによってカバーが全体に光るから、こう遠くから見てもこの全体がこう一点がこう光ってるみたいな、じゃないと上に光るから指向性が強いんでね、 LED は、うん、まあそんな感じですかね。はい、ということで今日はこの小型防気について、ちょっといろいろお話ししました。もうほんと便利です、あれば便利って感じ。チヌ釣りにしろグレ釣りに使ってる、普通に使ってる方いますからね、ほんといろいろ使う用途がねあるし、トップもねこう種類があるので、個人的にはこうちょっとあるとおすすめですよという感じですね。はい、ということで、今日は以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。